皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、トレーニングのボリューム、週に何セットトレーニングをしたらいいのかっていうお話をですね、以前の動画でお話をさせていただいたんですけども、推奨されるセット数、いろいろ幅がある中でどうやって自分に最適なボリュームを見つけていけばいいのか、セット数を見つけていけばいいのかという方法についてお話をさせていただければなと思います。前ですね、お話しさせていただいた動画の内容を簡単におさらいしますと、まずですね、週あたりの理想的なセット数については、腕とハムストリング、ももの裏側の筋肉に関しては週に6セットから15セットが、まあ、目安になりますよと。で、それ以外の筋肉については8セットから20セットが基準になりますよと。これぐらいの範囲に大多数の方が理想的なセット数っていうのが収まるので、これぐらいの範囲の中でご自身に最適なセット数を決めてくださいというふうにお話をさせていただきました。レップ数ですね、回数については大体6回から15回ぐらいの間で決めてですね、期間によってちょっと変化をつけながらやっていただくといいんではないでしょうかっていうようなお話を以前の動画でさせていただきました。これを踏まえてだいぶ幅がありますよね。8セットから20セット、まあ、12セットも違うわけで、この中から自分は何セットやるのが一番合ってるんだろうかっていうのを、どうやって見つけていくのかっていうことについて、まあ私個人のね、考え方をお話をさせていただければなと思います。まず最初の段階としては、この推奨ボリュームの最低ラインから始めるようにしてください。なぜかというと、自分がですね、継続して成長できるんであれば、ボリュームは少なければ少ない方がいいんですよ。その方が怪我のリスクも少ないですし、トレーニングも短時間で終えることができるので、順調に自分が成長できるんであれば、やはりボリュームは少なければ少ない方がいい。ということは、まず最低のボリュームで自分が継続して成長できるかどうかっていうのを見ていただきたいんですね。なので、例えば足のトレーニングでいくと、スクワットを3セットで、レッグプレス3セット、レッグエクステンションを2セット。これで合計8セット。で、前もも、大腿四頭筋ですね。ハムストリングは、ルーマニアンデッドリフトを3セット。レッグカールを3セット。これで6セットです。まあ、胸のトレーニングで言ったら、週に8セットなので、例えば、ダンベルベンチプレスを3セット。バーベルのベンチプレスを3セット。で、ダンベルフライを2セット。上腕二頭筋の場合は、バーベルのアームカールを3セット、ダンベルのハンマーカールを3セット、これで6セット。まずは1週間にこれだけのトレーニングから始めていただいて、様子を見るということですね。最初はこの最低限のセット数から始めていただいて、自分がきっちり成長できるかどうか、重量を伸ばしていくことができるのかどうかっていうことを見ていただきたい。じゃあどれぐらいのペースで重量が伸びていれば成功なのかっていうところなんですけども、これもトレーニングを続けている期間にもよるんで、難しいところがあります。やはり初心者はそれだけ重量伸びやすいですし、上級者なんかはもう本当にね、筋力伸びなかったりするんですけども、まあ目安としてですね、スクワットの場合はセットの重量が2ヶ月で5キロぐらい、ベンチプレスの場合は2ヶ月で 2.5 キロ、これぐらいのペースで伸びていればもう十分だと思ってください。まあ、例えばベンチプレスね、2ヶ月で 2.5 キロっていうと、2ヶ月頑張ってジムのね、一番ちっちゃいプレート1枚ずつ、こんだけしか変わんないのって思うかもしれないんですけども、2ヶ月で 2.5 キロ伸びるっていうことは、1年間そのペースで伸び続けたら15キロですね、伸びるわけなんですよね。もちろん初心者の方、全くゼロから始めた方の場合は1年でもっと伸びますよ。正しいやり方すれば30キロ40キロ伸びる方も平気でいらっしゃいますし、100キロぐらいね、平気で上げれるようになる方もいらっしゃると思うんですけども、そこから先の話ですね、100キロ超えてからも、じゃあその次の1年間で30キロ伸びて130キロ上げられるようになるかっていうと、それはね、さすがに難しいですよね。まあ例えばトレーニングを始めて1年ぐらい経ってからのペースでいくと、まあ2ヶ月で 2.5 キロぐらいですね、ベンチプレスが伸びてくれていれば、もう順調に伸びてるっていう風に考えていただいて大丈夫です。スクワットも同様に、2ヶ月で5キロっていうと1年で30キロですね、これもかなり順調なペースです。もっと遅くてもいいかもしれないです。例えば3ヶ月で5キロとかね、
4ヶ月で5キロとかそれぐらいのペースでも順調に伸びてるって言えるかもしれません。それぐらい実は筋力が伸びてくれるにはある程度時間が必要だっていうことはしっかり頭に入れておいてください。トレーニングを始めてね1年2年経ってちょっと慣れてきたぐらいにありがちなミスなんですけども、最初の1年ですごい調子よく伸びたんで2年目3年目も同じようなペースで伸びるもんだというふうに勘違いをしてしまって、伸びるペースがねやっぱり2年目3年目ってだんだん緩やかになっていくにつれてトレーニングの方法が間違ってるんじゃないかとかね、トレーニングの量が足りてないんじゃないかっていう風に勘違いをしてしまって、実は今のトレーニングボリュームセット数が適切で調子よく伸びているはずなのに、もっとやったらもっと調子よく伸びるんじゃないかっていう風に考えてしまって、セット数をどん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 増やしていってしまう。その結果セット数をこなすことが目的になってしまって、フォームが雑になってしまったりとか可動域が浅くなってしまったりとか、あとは疲れが溜まりすぎて回復できなくなってしまって、思うように筋力が伸びなくなってしまう、筋肉量も増えなくなってしまう、それだけだったらいいんですけども、最悪の場合怪我をしてしまってトレーニングができなくなってしまうっていうような事態に陥った方も結構いらっしゃるんじゃないかなって思います。私も実はその経験があります。そういう苦い経験をしたからこそ、一番少ないボリュームでしっかり様子を見ていただいて順調に伸びているのかどうかっていうのを判断してください。筋力っていうのは思ったよりもゆっくりなペースでしか伸びてくれませんよっていうことはしっかりねお伝えをしていきたいなと。そういう形でですね、最低限のボリュームから始めて完全に伸びなくなってしまった、半年ぐらい頑張ってもちっとも変わらないっていうような状態になってしまったっていうところで、初めてボリュームを増やす、セット数を増やすようにしてください。だいたい目安としては週に3セットぐらいを目安に増やす形でいいと思います。1種目追加して3セット増やすみたいな感じですかね。なのでだいたい四頭筋のトレーニング、前もものトレーニングはスクワットを3セットやって、レッグプレスを3セットやってで、シシースクワットを3セットやってレッグエクステンション2セットみたいな感じですかね。こうすると、11セットになります。ハムストリングトレーニングの場合はルーマニアンデッドリフトを3セット、バックエクステンションを3セット、レッグカールを3セットっていう感じで合計9セットですね。こういう形でボリュームを増やす時も一気にね倍にするとかではなくて、ちょっとずつ増やすようにしてみてください。目安は2セットとか3セット増やしていくっていうようなイメージでいてください。それでまた順調に伸びてくれるかなどうかなっていうのを見ていって、また全く伸びなくなったってなったら、そこからまたちょっとだけ3セット増やしてみる。今度は最大限のところまでボリュームを増やしたのに成長が止まってしまったっていう風に、いつかですねそういう壁にぶち当たることがあるんですね。じゃあそういう時にどうしたらいいかっていうと、皆さん考えがちなのは、じゃあそこからもう限界を超えるためにもっともっとボリュームを増やして頑張るんだっていう風に考えがちなんですけども、私がおすすめするのは逆で、ボリュームを落としてください。ボリュームを最大限まで増やしたところで成長が止まってしまっている、こういう時に一番気にしないといけないのは、やりすぎになってないかで、やりすぎて回復が追いついてないんじゃないかっていうところなんですね。でこの回復っていうのはトレーニングの量だけではなくて、食事の内容とか休息、主に睡眠時間ですね、あとはトレーニング以外のストレス、これらがですね複雑に絡み合って影響してきます。例えば増量中はこのボリュームで良かったけど、減量していて摂取カロリーが減っている時はやりすぎになってしまう、そういうことって結構あるんですね。あとは仕事が忙しくてですね、お仕事のストレスがめちゃくちゃかかっている時っていうのも回復力が落ちてしまうので、トレーニングやりすぎになってしまう場合もある。睡眠時間が知らない間にですね1時間とか2時間ぐらい平均して下がってしまう、こういう場合も回復力が落ちてしまうので、自分の中ではね同じトレーニング量、同じ食事、同じ休息時間でやってるつもりでも、実はですね回復が追いついていなくてやりすぎになってしまっていたっていうことが実はあったりします。最大限のボリュームまで増やしてみて、それでも伸びなくなってしまったっていう時は、その不安な気持ちもわかるんですけども、一旦ボリュームを下げてみてください。もう私がおすすめするのは、もう最低のボリュームまでもう一旦下げてみる、でセット数を最低まで下げてやるだけではなくて、ボリュームが少なくなる分トレーニングをもうちょっとね丁寧にやってみるようにするとかですね、細かいフォームにこだわってやってみるとかですね、セット数が下がる分1セットあたりの持てる重量っていうのは増えてくるので、重量を普段よりも伸ばしてやるように工夫してみる、そういうような工夫をして、こうちょっとね変化をつけながらやってみると停滞を打破するのに
も非常に効果的なので、ボリュームは増やせば増やすほど効果的というわけではなくて、ある一定のラインまで行って頭打ちになってしまった場合は、一旦ボリュームを下げてセット数を落としてトレーニングを見直してみるという期間が必要なんだということは覚えておいてください。そうやってですね、トレーニングのボリューム、セット数が一時的に下がることで回復もしやすくなります。体がしっかり回復をしてエネルギーも十分ですと、筋肉の疲労とか関節の疲労もすっかり抜けましたってなると、またですね、成長スピードがどん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 速くなっていきますので、そのタイミングでまたちょっとずつボリュームを増やして筋肉量を伸ばしていくっていう形で、一時的にちょっとね、伸びがね止まってしまってもどかしい思いをするかもしれないんですけども、ボリュームを下げたり上げたりっていうのを繰り返して調節をしていくと、だんだんですね、あ、これぐらいのボリュームセット数でこういうトレーニングをやるのが自分にとってはちょうどいいんだなとか、あ、ちょっと仕事が忙しくなってきてストレスが溜まってきたからトレーニング量はこれぐらいに落とした方がいいなとか、そういうことが分かってきます。で、そうすると自分に合ったトレーニング量セット数っていうのが判断できるようになってきますので、こういった形でですね、自分のトレーニングのボリュームを調整してみてはいかがではないかなというふうに考えています。今回はですね、トレーニングのボリュームについて、自分にとって最適なボリュームを見極めるにはどうしたらいいかというお話をさせていただきました。まあ、これはあくまでも一例なんでね、参考程度に考えていただいて、ご自身のね、体力に合ったトレーニングメニューを見つける参考になればなと思っています。他にも知りたいことがあればコメント欄にコメントよろしくお願いします。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。